いやほーせやです。今回もですね、またくだらないのを持ってきました。これ今ふと思いついてやろうと思った企画なんですけど、何をするかというと、記念日のディナーをおごると言っておいて、おごらなかったらどんな反応するのかっていうのをちょっと隠し撮りしていこうと思うんですよ。実際にはちゃんと怒るんですよ。実際には怒るんですけども、どんな感じのフォーマットでいくかっていうと、 Vlog じゃないですけど、そういう感じにするんですよ。で、食べるじゃないですか。で、最後じゃあねって言った後に、皆さんにもじゃあまたさよならみたいな感じのこと言ったら、一応カメラ切ったふりして置いときます。で、僕がその時にやっぱりちょっと金ないから必要みたいな、だから動画的にはよく見せたいからみたいな感じのことを言ったら、もしかしたら怒るかもしれないじゃないですか。それでもなんて言うかわかんないじゃないですか。それをちょっと見ていきたいなと思うんですよ。今とりあえず化粧と着替えだけはしといてって言ったんですよ。だからこの高低差が欲しいんですよね。ディナーとか全部準備したんだよ、でうわーってテンション上がって、最後にこの実は折れないんだよって言ったら、まあやばいじゃないですか。それをちょっと見たいなと思うので、今回はじゃあ今から突撃してやっていこうと思います。それでは行ってきます。準備できた？変じゃない？変じゃないよ。なんでカメラついてんの？なんでカメラついてるか、なんで今回ですね、ちょっと説明しようと思います、うん、僕たち10月7日、うん、結婚して3年記念日じゃないですか。ちょっと忙しくてお祝いとか全然できなかったじゃん、ちょっと簡易的なもの、うん、だから今回は僕がですね、ディナーとかディナーそういうの準備しました。え、嘘、本当本当に本当に、え、やば、嬉しい嬉しい嬉しい、用意してくれたの？そう、だからじゃあにとりあえず着替えだけと、だけしといてって思って、それをちょっと動画に収めたいなと思って今回はやりました、うん、え、やばい、嬉しい、楽しみ楽しみ。だから、そのディナーの前にちょっと他にも楽しいことした方がいいかなと思うから、とりあえず今回ちょっと手相とかね、そういうのもなんか見てみたいなと思うから、そういう感じで今回は楽しい一日を迎えましょうということで、やったやった、最高最高最高。まあ、ということでじゃあ、うん、行きましょうか。え、行こうじゃあ。いいよ、早速行こう。行くぜー。青鬼はい、ということでね、到着しました。到着しました。元町中華街、中華街、ちょっと手相見たいんですよ、うん、なんかこれ絶対変わった気がして、嘘、なんか俺が見たいみたいになっちゃってるけど、うん、あ、でも変わった、え、俺多分変わったと思う。本当に、結婚、あ、恋愛はしてないです。結婚は、結婚してらっしゃる、はい、だから一途っていう感じでなってますね。あ、うん、もともとの一途だったね。一途でいながらもモテるっていうモテ線が、嬉しい、モテ線、いや、あなたもね、一応覇王戦のような線持ってらっしゃる。おー、すごいじゃん。覇王戦ですか。そうそう、美濃さんとか、あ、本当だ、あ、すごい。そう、だからこれからもっとそこを大きくしていったらいいんじゃないかな。大丈夫か？やば、なんか卵出てきたぞ、口から。はい、ということで夜になりましょう。イエーイ、夜だね。夜になった幼児さんもね、楽しみ、楽しみ、何だ、何だろう。そうだよ、今回僕が予約したのですね、はい、焼肉でございます。焼肉、焼肉でございます。やった、楽しみですよ、楽しみ、焼肉大好き。焼肉、うん、今いる場所は何？みなとみらい。みなとみらい、うん、おー、じゃあ何だろうね。え、うわ、めっちゃなんかすごい期待してる。私期待してる、うん、もうその楽しさを表現してちょっと今、イエーイ、到着しましたよ。なんか、あれ、おかしいか、おかしいか、ちょっとなんかだいぶ走ったよ、みなとみらいから。みなとみらいじゃなかった、ないんだ。みなとみらいじゃない。あー、なるほどね。え、なんかちょっと気分下がってない、大丈夫？うん、繋がって、下がってない、繋がってない。いや、もうなんか全然みなとみらいの夜景を想像してた。うん、そうしてた。俺が想像してた、肉の夜景を。あー、なるほど。そう、うん、確かに綺麗だもんね、音とかね。うん、確かに。届きましたよ。届きました。ほら、見てこれ、おいしそう、おいしそう。これなんて絶対うまいね。とりあえず、卵酢、どう思います、これ。いや、もう最高、最高、楽しみ。いい感じですよ、ほら、いい感じですね。じゃあ、焼いたらちょっとまた食べましょう。ね、なんかこういう気持ちだけでもすごく嬉しい。うんうん、全然、
燃えたぞ、りっちゃん。めちゃくちゃ嬉しい。嬉しい。なんか、そういう風に思って、うん、考えてくれてるんだなって。そうか。焼肉好きだしさ。うん。もちろん。それがすごく嬉しい。ということで、まあちょっとこんな感じでぬるくなってしまったんですけど、それではまた会いましょう。バイバイ。バイバーイ。よけせよ、じゃあ。うん。よいしょ。よいしょ。うん。あー、疲れたね。ね。ちょっと座った。で、これ飲み終わったらさ、ホットコーヒー飲みたい、私。はい、いいよ、いいよ、全然。飲む？コーヒー。ほら、いい。入れない？うん、大丈夫。あー、飯食うと眠くなるんだよな。わかる。お腹いっぱいだもんね、もう。うん、もう本当にね、お腹が幸せだよって言ってる。待ちきれそうだよって言ってる。言ってる。お腹が。ああ、なんか、まあ、食ったところちょっと申し訳ないんだけどさ。うん。ディナー代出せないんだよ。どうしたの？どうしたっていうか、結構あれノリでさ、うん、これやりますっつったじゃん。うん、ぶっちゃけさっき財布見たらさ、全然入ってなくて、うん、だから今動画終わったじゃん、うん、だから終わったからもういいんだけど、俺が払うって手になってんじゃん、うん、だけどちょっとあの元町とかで払った分とかは食費から回収したいなってのと、うん、まあそういうのと、ちょっと今回のディナー代はぶっちゃけ俺払えないっていう。え、今回のデート代と今日食べた、だから全部が出せない、うん、払えない、うん、嘘でしょ。いや、ほんと本当に本当に、え、マジでマジで、え、行った手前もうどうしようもねえなと思ったけど、うん、まあカメラ切っちゃえば分かんないかなと思って、いやいやいや、それはないよ、それはないよ。いや別にさ、別にいいよ、別に怒らなくてもいいけど、ね、2人の記念日だし、別に怒ってくれなくても結構なんだけど、でもさ、動画上ではさ、なんかそういう風に今回はりっちゃんに怒りますみたいな感じで視聴者さんの方に言ってるわけじゃん。それを騙すような感じになるよ。それはダメだよ、格好悪すぎる。クソダサい、マジで。正直言うけど、それはないよ。萎えるんだけど、めっちゃそれ。最初から言えばよかったね、そういう風に。だからもう格好つけた手前戻れないし。だから格好つける必要ないんだって。ありのままの自分を出せばいいのに、なんでいちいち格好つける必要があるの？だから今回はぶっちゃけると、払えないし。払えないし、じゃないよ。食費からちょっと回収しようかな。ほんと格好悪いね。さ。だから無理して自分で払うとかそういうの言わなくていいよ。だったら気持ちだけで嬉しいから、それは。いや、ぶっちゃけない。今日みたいにぶっちゃけ泣いた。いや、それは嘘つかれたことに対して泣いたよ。だけどこういうふうに準備してくれて考えてくれてたことに対しては本当に嬉しかった。だけどそういうふうに人をね、裏切るようなことをするのことだけは許せない。だから今回は払えたなと思って。うん、まあそれはしょうがないね。じゃあそれだけ、うん、払えない。いいよ、だから、うん、それはぶっちゃけだって2人の記念日だし、いいよ、だから、うん、考えてくれてたことだけ嬉しいし。じゃあ払わなくていいの？しょうがない、それは、うん、いいよ、だから。サンキュー。サンキュー。サンキュー。そういう時はサンキューとかじゃないでしょ。ね、そこは日本だからありがとうでしょ。恥ずかしいけど、ちょっとなんか情けないけど、レジで言う方が恥ずかしいから、やっぱ。いや、今も恥ずかしいぞって。まあ、兄ちゃんの気持ちも分かったから、まあ、ちゃんと払うよ、じゃあ。でも、だって払えないでしょ。払うって消してない。消してません。何してたか分かる？何してたか分かります？皆さんわかるんですけど、記念日のディナーをおごると言っておいて、おごらなかったな。
どんな反応するっていう。ねえ待って本当に。え大丈夫これ私結構言っちゃったよ。大丈夫大丈夫全然大丈夫。え大丈夫安心して、ちゃんと払うから。そんなね回収するなんて言わないから安心して。でもこれいたずらだって分かったら大丈夫でしょ。あなんか幸せになった。逆にあれでしょ、すごいなんか幸せな気持ちがうわーって上がってきたでしょ。なってきた。あやっぱいい男だよって。そうだよ、うん。